はい、どうも、あれです。どうも、ショーチャンネルです。お願いします。お願いします。はい、本日は、まあ、ここ、モンタナスポーツさんに来ているんですけれども、まあ、おいさんとね、二人で出てるということなので、僕が常々、あれが欲しいと言っていたものを、まさかの、まさかの、購入してしまいました。なるほど。それが、はいありがとうございます。前から動画内でも欲しい欲しい方がいい欲しいと言っていて、この度も新色を出されたということで、赤オレンジでございます。はい、欲しいなってやっぱ。なるほど。良平さんはキャラメルの時にサンプルを使ってもらったじゃないですか。はいはいはい、はい、その時やっぱり反応良かったですもんね。そうですね。僕キャッチャーミットで一番気にしてるって言ってるのが、いつも言ってるのはここの厚さ。はい、もう本当に正直キャッチャーミットで求めるのってここなんですよ僕。なるほど。薄い方がいいって言ってましたもんね。はい、なおかつ今年だと侍さんとか、はい、去年だと日高ボーイズさん、はい、とか立川ボーイズさんとかの撮影とか行かさせていただいて、まあ、どうしても軟式ミットしか持ってなくて受けれなかったのが、いやずっと受けて受けてって思ってたんですよ。まあ公式の方が気持ちいいっすもんね、ぶっちゃけ、はい、それで、まあ、公式ミットを探していたのも事実なんですよ。あ、はい、その中で今モンタナさんグロム、はい、ありますね、のキャッチャーミットも置いてあって、あれが欲しいなと思ってたんですけど、はい、お、GS でミット、お、お、お、ってなって、なるほどなるほど、やっちゃいました。 GS の赤オレンジにキャラメルレース、はい、パープル、パープルラベルも一緒で統一してます、全部外野も内野も。そうですね、はい、で紫もちょっと僕が気に入ったポイントが、あ、まああの某アイドルのカラーなんで、あ、なるほど、はい、はい、まあでもせっかくおじさんもいるのでここで片付けをして、なるほど、やっていこうかなと思います。はい、今内野と外野は全て水もみなんですよ、ほぼほぼ、はいはいはい、浸透してよかったんですよね。うん、なのでちょっと両平さんも水でいいんじゃないかなと思ってます。なるほど。まあそうですね、僕キャッチャーミットかなり柔らかく使いたいので、はい、水でやってそれでもまだちょっと残ってたらスチーム入れようかなっていうイメージではいます。わ、はいはい、かりました。はい、ちなみになんですけれども、これ翔平 TV 兄貴は知らないです。なるほど、ボスは知らないと。えへへへへ、この動画を見て知るんですかねっていうことですかね。おー、えへへへへへ、ビッグボスに、いやー、これでね、なんで持ってんのっていうのを期待してます僕は。わかりました、呪文じゃ言わずにしときます。お願いします、はい、それではやっていきます。お願いします。はい、ということでこの中は水がもう入っているので、はい、まあ、今回水でやっていこうかなと思います。お願いします。でモンタナさんのご厚意でカルキは全部抜いてもらいました。おお、なんであのシミとかもしかしたらできづらくなるかなっていう。それも見たいですね。そうですね、はい、まずは紐をほどける範囲ほどいていこうかなと。そうですね、ほどいてからの方が癖が、はい、変な癖がつかないと思うのでいいと思います。ちなみに良平さんミットの水もみとか湯もみとかは、はい、したことないです。あ、ないんすか。いつもはモンタナさんに任せてるんですか。はい、まあ、ミットってそんな買うことないじゃないですか。まあそうですね、大量に持つこともないん でしかもミットの方が若干値段も高めじゃないですか。確かに確かに、ちょっと高いですねっていうのもあって、まあ、心配したくないっていうのと、あ、売ってる種類も少なくてミットはあまり今まで巡り合えなかったんで、はいはいはい、まあ、それでちょっと今まで湯もみとかはしたことなかったですね。なるほど、じゃあ初ミット水もみですか。そうですね。はい、ということで大体の紐は長いところはほどいたかなと、はい、いったような感じなので入れていっちゃいと思います。お願いします。入れていきます。お願いします。よいしょ、冷たいっすよ。あー気持ちいい。でもう出した方がいいですね。ですよね。で下にして落としながら入れると。もう一回入れるんです。はい、ミットなんでこんなもんすかね。よいし、はい、でゆっくり出して、まあ、軽くそうですね、はい、落としてこんなもんかな。はい、で、乗せます。はい、まあ気をつけるのってここに三角を作る、三角、はい、はい、っていうのはよく聞いたことがあるので、はい、まあ折っていこうかなと。でもこれはあれじゃないですか、良平さんが使うもんなんで、はい、もう自分に合ったというか。まあそうっすよね、はい、多分本当に自分の方って一番自分が知ってると思うんで、うん、で最近のミットよく片付けしてる人ってこうつけるじゃないですか。はいはいはい、ボックスで、はい、僕若干ここぐらいにしたいんですよ。なるほど、はいはい、ちょっと、まあ、さらに浅めにしたいので、はい、こっちは結構強めに揉んでいこうかなっていう。でこっちは、はい、まあ、ボックスにならない程度、あ、三角ですけどちょっとこっち寄り、はいはいはい、にこうやってつけて。結構いますね、がっつり。そうですね、まあ、硬いですからね、まあ、柔らかくしたいです、本当にミット自体は。じゃあもう乾いたら軟式キャッチボールいけるぐらいですか。そうですね、ぐらいには
したいかなっていう、はい、でもこの時点で三角は出来上がってますね。あ、そうですね、ここにこうやって、はいはい、もう一個僕親指めちゃくちゃ内側に入れるんですよ。おここにくぼみを作りたい、はい、ここで叩いてポケット作るんじゃなくて揉みながらもポケット作っちゃえっていう。うーん、なるほど。タイ選手とか、はい、炭谷選手とかのミットってここがめちゃくちゃくぼんでるんですよ、はいはいはい、っていうのもあって、ただ、浅いだけじゃなくてしっかりとここにポケットを作る、うん、っていうのはやっていきたいなっていう。なるほど、はい、とあとここも曲げます。僕は本当に浅くします。なるほど、はい。でもこれ自体は多分浅くなりやすいと思うんですよ、はい、なので多分結構好きな方だと思いますよ。いや、そうですね。もうなんか肩弱いんで浅いミットに助けてもらうっていうイメージですね。早めに右手に持ってくると。そうです。ここにヒンジが3本入ってるんで、はい、浅くなりすぎず深くなりすぎずっていうイメージが最初あったんで、ただ比較的ちょっとまだ浅い方かなっていう、もうだいぶ動いてきてるかなっていったような感じですね。GS 自体が初じゃないですか、はい、ちょっと後で両平さんのキャッチングの動画を楽しみに待ってますよ。そうですね、はい、サイアスポかな。サイアスポでじゃあもうここで、はい、行こうかなと。はい、パンチャーですね。はい、中心とここに入れます。なるほど。最初はまあ中心に、はい、怖えこれ毎回思うけど、こう持って、はい、ウェブを持って僕はこうしてますね。広がりすぎないようにしたいんで。なるほど。そのウェブの紐が広がりすぎるのはあんまり好きじゃないんで、強制的にここを抑えながら、そうするとさらに言ってた、さっき言ってたこのくぼみ部分がよくできやすい。こっちですね。そうです、はい、あ、でもうもうイメージ通りですか。はい、僕の型にはなってるんで。なるほど。よいしょ、いてー。はい、で今モンタナさんにもやってもらったんですけど、はい、まあ動きますし、うん、ここだいぶそうですね、くぼみというか、はい、空間ができて、なおかつしっかりとあの閉じた時にこう閉じるんじゃなくてこうなったっていうのがあるので、まあ僕の中ではかなりいいかな。なるほど。でなおかつウェブも伸びずに、はい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 、こうやってちゃんと押さえてやったので、まあ、もうちょっと再度ここでもう一回揉むんですよ、叩いた後に。で最後の形の仕上げをして干してって。なるほど。で生乾きの状態で硬いなと思ったらスチーム入れて、なおかつそこでもう一回揉んで叩いて完成みたいなイメージですね。わかりました。ではもうここから数日後で飛ばしちゃって乾くとこまでいっちゃいますか。そうですね、はい。っていうのでじゃああとは調整をお願いします。はい、はい、よいしょ。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。
中途半端逃げ道を Rainbow Way Life